海道マラソンは1987年より夏季に北海道札幌市で行われるマラソン大会である。女子の部では1995年以降日本人選手が連続優勝しており、札幌市中心部の大通公園を発着点とする 42.195km の日本陸連公認コースを使用し、男女同時スタート、同一コースで行われる。日本国内で夏季に行われる最大級のマラソン大会であり、北海道内の市民マラソンではトップクラスの大会でもある。主催者は北海道マラソン組織委員会。2011年より韓国最大のマラソン大会、ソウル国際マラソンと提携している。2017年大会並びに2018年大会はマラソングランドチャンピオンシップの選考レースも兼ねている。男女同時開催で両方とも選考レースの認定を受けているのは北海道マラソンだけである。2019年現在、北海道マラソン組織委員会札幌陸上競技協会観光庁日本陸上競技連盟日本ブラインドマラソン協会この大会は日本国内で唯一夏季に開催するマラソン大会でオリンピックや世界選手権に合わせているという。また日本国内における一流ランナーと市民ランナーが参加するフルマラソンの先駆けでもある。将来は東京マラソンのような3万人規模の大会にすることを目指すとされている。招待競技者、国内、国外を問わず、日本陸上競技連盟及び主催者が推薦するもの一般競技者、約18歳以上で5時間以内にフルマラソンを走れるもの。北海道マラソン大会別タイム別分布グラフ1987年に439人の参加で始まった大会は、制限時間と申し込み資格タイムが設けられていたため、2006年までは、完走者はほぼすべて4時間以内にゴールしていた。参加者が5000人を超えた2007年には、陸連登録者と一般ランナーの分離スタートが導入され、多くの市民ランナーが参加したが、制限時間のため、2007年、2008年大会では、完走率は5割以下であった。2009年には、制限時間が緩和され、完走率が大幅に上がる一方、最多ゴールタイム区分が初めて4時間以上となった。2012年には、大通公園発着の新コースが導入されるなど、大会を一般に広める方針がさらに進められ、近年では1万人以上の一般市民が参加して8割程度が、完走、うち6割は4時間を超えてゴールしている現状である。所属は当時。太字は大会記録。2011年までは北海道文化放送を制作局としてテレビ大分を除くフジテレビ系列27局で放送していたが、同外で視聴率が伸び悩んでいることとスポンサー確保の問題からフジテレビと一部系列局が全国放送の打ち切りを打診したため、2012年は全国放送を行わなかった。放送時間は2011年まで12時14時55分だったが、2012年は12時55分から14時25分に縮小された。2013年は8時55分11時50分に変更するとともに、地上波の北海道ローカル放送に加え BS、富士でも放送のため、事実上の全国放送復活となった。2014年以降も、同様の体制で放送されている。地上波全国放送から撤退した2012年以降、当番組の代わりという位置づけでタカ&トシの司会による UHB 制作全国ネットのバラエティ番組が7月の日曜夕方に放送されている。同時に女子プロゴルフの明治カップは8月に移行した。2013年以降は8時55分11時50分に放送時間が変更されたため、本来この枠で放送される番組は大会当日の午後に繰り下げて放送される。テレビ宮崎においては24時間テレビと同日になった場合でも、同番組のパート6が12時27分からの冒頭から同時ネットできるようになった。メインゲストテレビ中継では、小倉智昭が出演し、時には注目選手にレース後インタビューしている。2011年は里田舞がゲスト出演した。かつて、小倉の代わりに石塚秀彦がスタジオのゲストの年もあった。実況近年の実況担当は UHB でスポーツ実況を担当する広岡利光、中村剛大、福本義久が務めている。以前は近田誉と塩原恒雄が務めていた。塩原は解説の増田明美と共に第2中継車に乗り込むが、近田は放送センターから実況しており、第1中継車には解説の金哲彦のみが乗っている。バイクリポートは2007年より千葉真子、2009年より高橋直子が放送センター解説に加わった。2018年は青山学院大学陸上競技部長、距離ブロック監督の原進が出演し、解説を担当した。スタートゴール地点の実況は大橋祐介が担当していた。地上波全国ネット時代には、テレビ新広島の神田靖明、東海テレビの植木啓一、関西テレビの馬場哲史も実況を担当していた。これまで、エアー G が北海道ローカルで正午から午後3時まで実況中継し、この時間帯で放送できない日曜午後の JFNK ネット番組は同日夜に時差放送していたが、2010年度より規模を縮小し、レース速報と交通規制情報のみに留め、ネット番組も移動せずそのまま放送している。2012年は大幅に縮小されたテレビ放送に代わり、ユーストリームで8時30分14時30分に完全正中継を実施した。2012年大会より、スタート地点大通公園中島公園、幌平橋中の島通国道453号。平岸通り南7条峡国道5号、宮の森北24条2、新川2ことに栄町通り新ことに1番、2、西のトンデン2新川通り折り返し地点、新川通り、新川2、西のトンデン2新ことに1番2ことに、栄町通り、新川2、北海道大学札幌キャンパス敷地内西6丁目通りゴール地点大通公園。ありがとうございます。